ティはシノプシスが開発、販売しているソフトウェア開発において性的コード解析を行うソフトウェアである。ソフトウェア開発の品質、生産性向上を目的としている。もともとはスタンフォード大学の研究室からスピンアウトして2002年に設立2003年に創業したコベラティ・インクが開発し販売していた。 日本でも2005年から代理店を通じて販売を開始し、2007年12月には日本支社を設立し、直販を行っていた。2014年2月19日にシナプシス、インクがコベラティ、インクを買収し、現在は同社が開発、販売している。2012年現在、アメリカの組み込み性的解析ツール市場において35.8%と、 史上1位のシェアを誇っていた。コベラティ、スタティックアナリシスは、ビルドのプロセスを監視し、コールグラフ、制御フローグラフなどの中間モデルを生成した上で、実行可能なパスを網羅的にチェックするというアプローチをとっており、ヌルポインタの間接参照や、リソースリーク、デッドロックなどの発生条件が複雑で、関数間をまたがるようなランタイムエラーを検出することが可能である。 また、その解析技術にはさっとソルバが実装されている。また、主要な性的コード解析ツールの中でも、誤検知率が非常に低いことも特徴である。以下のプログラミング言語に対応している。C、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 Java、JavaScript、PHP、Python、NetCore、ASP、NetObjective、C、Go、JSP、Ruby、Swift、 ポートラン、スカーラ、VB、ネット、iOS、タイプスクリプトコベラティスキャンは2006年にコベラティ、インクが米国土安全保障省と共同で立ち上げたオープンソースソフトウェアのクオリティとセキュリティを対象にした世界最大規模の官民調査プロジェクトである。GitHub などに公開されているソースコードであれば無償でコベラティを用いて 性的コード解析を実施することができる。2018年現在、5500のオープンソースプロジェクトが調査され、27万人の開発者に利用されている。ありがとうございます。